わからないから面白い。ハイパーマテリアルって何？ハイパーマテリアルの動画、面白いぴょん。ハイぴょんはスマホで動画を見てるんじゃな。今時はみんなスマホぴょん。ところでスマホはなんで動いているのかわかるかな？充電してるから電気ぴょん。正解じゃ。実はスマホの中は電気を流す物質、流さない物質、中くらいに流す物質が組み合わさってできているんじゃ。これは電気の流れやすさをまとめたものじゃ。電気が流れやすいものと流れにくいものがあるのがわかるじゃろう。金属は電気を流して、木やガラスが電気を流さないぴょん。そうじゃ。電気の流れだけじゃなく、物にはそれぞれいろんな性質があって、そのことを物性と呼んでおる。物性ぴょん。例えば手で触って温まりやすいとか冷えやすいとかも物性ぴょん。そうじゃな。熱が伝わりやすい、伝わりにくいというのも物性の一つなんじゃ。この真ん中の中くらいに電気を流す物質って何ぴょん？これは半導体といって、条件によって電気を流したり通さなかったりする物性を持っているのじゃ。これを応用して電気の流れを制御したり、光を発光させたりできるんじゃ。この半導体はスマホやパソコン、電化製品や自動車など身の回りのいろんなものに使われておるのじゃ。半導体ってとっても大事なものぴょん。そうじゃな。ハイパーマテリアルの世界でも新しい物性を持つ材料を探して研究開発が進められておるんじゃが、半導体の素材もその一つなんじゃ。これはある金属を合わせて作った半導体の一種なんじゃが、表と裏の温度に差を作ってやると電気が発生する性質を持っておるんじゃ。このように片面を熱してやると、あ、扇風機が回り出した。すごいぴょん。あ、博士、これって前の動画にあったみんなが手をつないでいるあの仲良しハイパーマテリアルと同じぴょん。おお、よく気がついたの。これは熱伝材料素子というものなんじゃが、これをハイパーマテリアルで作るとより性能がアップすると言われておるんじゃ。ではここでそのハイパーマテリアルを実際に作ってみることにしようかの。じゃあ早速ゲストをお迎えするぴょん。半導体ハイパーマテリアルの合成と熱伝素子開発の研究をされている岩崎先生じゃ。ハイパークッキングの時間ぴょん、よろしくお願いしますぴょん。よろしくお願いします。今日のメニューは熱伝素子じゃ。今回作成するのは先ほどお見せしたペルチェ素子に使われる半導体ハイパーマテリアルです。用意する材料じゃが、アルミニウムとシリコンとルテニウムじゃな。え、それだけぴょん？はい、今回は 1g の半導体ハイパーマテリアルを作ろうと思います。そのためにアルミニウムを 0.45g、 シリコンを 0.03g、 ルテニウムを 0.52g 測ります。ここでのコツは、アルミニウム、シリコン、ルテニウムを 45% 対 3% 対 52% の比率にするのがコツです。こちらのアーク用回路に先ほど測った原料を入れます。どのくらいでできるぴょん？30アンペアの電流で1秒間加熱して、はい、完成です。では、
作ったハイパーマテリアルの性能を比較してみましょう。先ほど溶かしたものがこちらですが、このままだと使いにくいので使いやすい形にカットします。そして電極を取り付けて完成したのがこちらです。それでは電圧計を使って発生した電圧を測ります。まず銅でできた素子ですが、こちらは非常に小さな電圧しか発生せず、電圧計に表示されている値は0となっています。ふむ、何も反応せんの。次にハイパーマテリアルを使った素子でやってみます。あ、電圧計が反応したぴょん。おお、2ミリボルトか。ハイパーマテリアルってすごいぴょん。現在、化石燃料などの一次エネルギーのうち約6割は有効利用されずに廃熱になっていると言われています。私が研究している熱電材料は、この無駄になっている熱エネルギーを電気エネルギーに変換して利用することで、環境問題やエネルギー問題の解決に貢献する材料として注目されています。我々が発見した半導体ハイパーマテリアルは、温度差から取り出せる電圧が大きく、熱電材料としての可能性を秘めています。今後、さらに高性能な半導体ハイパーマテリアルが見つけられると期待しています。ハイパーマテリアルでは、熱電材料だけでなく磁性材料など他にもユニークな性質を持った材料がたくさん見つかる可能性がありますので、我々も今後の研究の発展が楽しみです。ハイパーマテリアルは作る、構造を明らかにする、 AI などを使って理解する、物性を明らかにするといったさまざまな研究が世界中の研究者たちによって進められており、今ようやく成果が出始めてきたところなんじゃ。ハイパーマテリアルの秘密の扉が少しずつ開いて光が差し込んできたって感じぴょん。そうじゃな。ハイパーマテリアルは人類、地球、そして宇宙の未来をも担う大きなパワーを秘めておるんじゃ。ちょっとずつ分かってきたらますます面白くなってきたぴょん。そうじゃ、それがハイパーマテリアル。